どれがおすすめなの？全部でしょ。そんな。おい。なんか次の案件も勝ち取りてんだよ。俺らが使えるってとこ見せねえと。まあ、そんなね、リリームはね、視聴者さんのためにね、はい、MSI さんから資料をいただいてるのでね、詳しく見てみましょう。おいいね。どんな資料だ？ね、ドーンと。このようなタイプ別で置かれています。見やすい、これなら分かりやすいね。分かりやすいね。まあ俺のモデル GP65 が性能重視ミドルクラスってことはコスパ重視って感じかな。そうだね。私の GS66 が軽量型のハイエンドモデルで、リリムの GF65 が軽量型のミドルモデルの PC というポジションとなっております。すごい。じゃあ今ユーブたちの手元に実物があるんだけど、かっこいいよね。うわかっこいい。うわすごい、目の前に、ね、すごい光沢。めっちゃ触っちゃうから、キーボードがさ虹色でね、ね、かっこいい、ね、かわいい。やっぱね、光るのはいいよね。光るのはいいね。あとパッケージのなんかロゴとか、ね、そう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 、で、ね、光沢感が素晴らしい。いやこれは高級感あふれる仕上がりですわ。賢そう。ゲームしてても多分ゲームしてると思われないかもしれない。まあ確かに、ね、あ、わかるわかる。仕事中サボれるの。そうそうそう、これでいける。ユームのやつめっちゃ薄くて軽いよ。んじゃない。ちょ、もっとももう一回、もう一回、もう一回。え、何、リリムのやつ。あのね、ユームのやつ、うん、めっちゃ薄くて、うん、軽い。おお軽そう。軽い、すごいんだ。私のやつはディスプレイ 4K。 おお、ね、今話題のね、あの、そうそう、めっちゃ綺麗らしいんだね。ちょっとプレイするのが楽しみなんだけど。いや、そうだね。いや、ほんと綺麗、まあね、いや、さっきやってたけど、マジで。他にもまだまだ優れた点はございますが、まあ、そこはもっと詳しい人が説明してくれると思います。